霧門とは、ゴマのハグサかの樹木である霧の葉や花を図案化した、家紋などの総称である、東家門とも呼ばれる、室町幕府では、小判などの貨幣に刻印された。これ以来、室町幕府のか公室や豊臣政権など様々な政権が用いており、現在では、日本国政府の紋章として用いられている、十大家紋の一つにも数えられている、霧も、 三小毛と葉を付けた霧の枝先三本の直立する、果女と三枚の葉から構成されているものが、基本的図案である。果女につく花の数が3から5から3の53霧が、一般的で、果女につく花の数が5から7から5となっているものは57霧という、他に、乱れ霧、霧菱、降臨霧、霧舎など140種以上の図案がある。古代中国で、 王王が住むという言われのある霧とは、青霧である。日本で、霧門が使われるのは、この伝承に習ったものだが、霧門としてデザインされているのは、別種の霧である。門として使用が確認できる書見では、猛虎襲来絵言葉に描かれた、天草大屋の氏の軍記である。室町時代の、見聞書家門では、足利将軍家、57霧の使用が許されていた一門十五、矢のほか、 新志氏安倍氏、明石氏、他、富士民部の二十屋が乗る。江戸時代の完成重州書家府では473屋が記されている。当初は菊文章と共に皇室専用の家門であったが、後に皇室以外の戦国、大名などの諸行も用いるようになり、皇室はもっぱら菊文章のみを用いるようになった。徳川幕府では、庶民から侍は大名まで、 使用層は広かった。侍や武家では、幕府の家臣や、大名家含めて473家が使用した。十代家紋の一つに数えられ、特に庶民の間では53切りは多く普及し、門付き服の貸し借りができた。近代の日本政府では、1869年に大上官布告にて一部の菊紋章については、使用規定が明記された。 霧門に関しては1884年に官報で特に定めないことを公示されたため自由に使用できた。現代では筑波大学の交渉の衣装に取り入れられている。これは筑波大学の前身である東京高等師範学校が明治天皇より交渉として可視されたものが起源である近現代の企業ロゴの衣装にも取り入れられ霧馬井科学株式会社や ザ・キャピトル・ホテル・東急の前身である、キャピトル・東急・ホテルのロゴなどに仕様がある。キャピトル・東急・ホテルのロゴ衣装の霧門は、創業家である後藤家の家紋を取り入れたものである。霧が、鳳凰の止まる木として古代中国で新生死されていた、ことに倣って、日本でも一説には、佐賀天皇の頃から、天皇の衣類の文様に用いられるなど、菊文章に次ぐ格式のある門とされた。 室町幕府以後は武家が望んだ家紋とされ、足利高氏や豊臣秀吉などもこれを天皇から賜っている。このため、五十七霧は政権担当者の紋章という認識が定着することになった。ただし、征夷大将軍に任命された徳川家康のように、これを断り紋章として霧を使用しなかった者も,もいる。豊臣政府や徳川幕府では小判などの貨幣に刻印され、 それが全国に流通したことにより、それぞれの政府を表す紋章としての地位を確立した。1872年には明治政府が大礼服を定め、直任官はその上着に57霧を用いることとされた。政治上においては、皇室、朝廷の副門として57霧が多用されていることがあり、標準的な図案だけではなく、 豊臣秀吉のようにその編集を使用した例もある。図案は57切りに限らず、53切りも使用された。大日本帝国憲法下の日本政府は、皇室の聞く章を多用した。日本国憲法下の政府は、切紋章を用いている。明治政府以後は、曲実章の衣装に取り入れられたり、皇室を表す紋章である、1680菊に準じるものとして、 ビザやパスポートなどの書類や高価の装飾に使われたりした。菊門と共に、商敗や官邸の備品や総理の演台に取り付けられるプレートに使われている。また、皇宮警察本部や法務省では53霧が紋章として使われている。日本国有鉄道の傍章も霧門に蒸気機関車の動輪を組み合わせたものだった。現代や海外向けには日本の象徴としては 認知度が低い面もある。法務省は2018年2月21日から外国人の入国審査時にパスポートに貼る証印シールの図柄を霧から富士山と桜に変更した。ありがとうございます。